どうも、スリカスイミングのスリカです。本日は4種目それぞれ泳いでる時の私の心境をお話ししていきます。ぜひ皆さんにも当てはめてやってみてください。それでは行きましょう。5月のイベント、今週18日土曜日に撮影付き劇的ビフォーアフター開催いたします。プライベートレッスンも募集しておりますので、興味のある方は概要欄からチェックをお願いいたします。ではまずはバタフライで泳いでる時、私が思ってることなんですけど、そうですね、思ってること、私は現役の時にバタフライが専門スタイル1だったんで、そうですね、まあ最初はすごい嫌でした。なんでこんな疲れる種目毎回泳がなきゃいけないんだろうって思ってましたけど、今となっては愛着ありますね。まあこれをバタフライをずっと泳いでるっていうこと自体が結構体力を鍛えることになるので、他の種目がすんごい楽に感じるようになります。バタフライの選手がクロール泳ぐと本当に楽です。なんだこんな楽な泳ぎはって思えます。そんな感じかな。だからクロールがスタイル1の人はバタフライ泳ぐと多分辛いと思うけど、私はもうバタフライで慣れてるから楽勝だぜみたいな気持ちはありますね。優越感と言いますか、やっぱバタやってる人は結構強いと思ってます。精神的にも体力面も。ぜひ皆さんもバタフライ専門いかがでしょうか。続いて背泳ぎですね。背泳ぎの動画が本当なさすぎて、もうちゃんとした背泳ぎの動画これだけですね。あとこれから流すんですけど、背泳ぎではないです。まあ背泳ぎは一番嫌いですね。まあ、皆さんと同じ背泳ぎ嫌いな方と同じ理由だと思うんですけど、前が見えないから。で、背泳ぎ好きな方の理由聞くと、ずっと息ができるからって言うんですけど、それに関しては私は別に共感しない。クロールだろうが他の種目だろうが背泳ぎだろうが、結局なんか息の苦しさはあんまり変わんないですね、私の中では。常に顔は水面から出てるけど、常に呼吸をしてるわけではないので、正直私は変わらないですね。それよりも前が見えないこと、ターンがもう本当に怖いです。あとこのバサロめちゃくちゃ好きじゃないです。以上。続いてはヒラですね。ヒラ泳ぎはまあ可もなく不可もなくっていう感じかな。唯一ヒラ泳ぎで私大会エントリーしたことないかもしれないですね。毎回現役の時もリレーの時に、まあ、ほとんどバタフライでエントリーはしてたんですけど、まあその人の種目の関係で背泳ぎ出たりクロール出たりはしてたんですけど、唯一平だけ出てないんですよね。まあなんか私の中でも早くもなく遅くもなくのタイムで、好きでも嫌いでもない、まあどちらかといえば好きですね。嫌いなのは背泳ぎだけなんで、平泳ぎはまあ好きな部類には入りますかね。動き的にバタフライと似てるんで、うねりは好きですね。でもそうだな、平はなんか伸びるのか伸びないのか、それがやっぱ分かんない。まあ、自分の中であんまりその記録を意識しないで泳いできた種目っていうのもあるんで、私自身が伸びれば速いのか伸びない方が速いのかは
定かではないのでよくわからないですね。まあとりあえずやってて、ちょっとじれったい泳ぎではあります。なんか思ってるよりもタイム出せないなみたいな種目ですね。はい、じれったい。以上。そして最後はクロールですね。まあ、クロールに好きも嫌いもあるのかっていう感じですけど、なんとも思わないかな。まあ、クロールで私は何回かっていうか結構毎回エントリーはしてたかな。クロールで一番思うことはやっぱり練習の時に基本的にはもう専門種目で泳ぐのがメニューをこなしていくのが普通なんですけど、たまにクロールを泳いでいいタイミングっていうのが来るんですよ。時々入るイージーとか、まあ、やってる方だったらわかると思うんですけど、そういう時にクロール泳ぐんですけど、そういう意味で言ったらクロールは私の中ではオアシスですね。もう休憩。その分だからクロールが専門の人は何でもないですよね。ずっとクロール泳いでなきゃいけないと思うんですけど、バタフライを泳いでるスタイル1としてる身としてはクロールはもうオアシス。なんか走ってたところを急に歩くみたいなイメージかな。いくらでもかっ飛ばせますね。はい、クロールはまあ好きです。ということで以上が4種目泳いでる時の私の心境でした。皆さんはどういう心境ですか？水泳に関して言えば4種目はやってた方がいいと思います。まあ、こだわってクロールと平しかやらないとかクロールしかやらないとかそういう方いますけど、やっぱ全体的にやってた方が体のバランス取れますし、体の使い方が本当によくわかるので、私は4種目を一旦全部習得する方をおすすめいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。